あ、こんにちは。うちと申します。はい、ありがとうちゃま様、ありがとうございました。ありがとうございます、ね。すごいミュージカルなね、感じで、すごいもう、すごいですね。いや、もう全然声出なかったです。いやいや、ほんま、ちょっとね、ここからちょっとフォーク劇場の方に入るので、フォークソングでね、行きたいと思います。はい、そしたらね、いつも、オープニングでね、ちょっと行きたいと思います。簡単に、自己紹介なんですけど、私はね、弁天町のね、港区の方から来ておりまして、大阪市内ですね、住んでますっていうようなところで、活動的にはね、大阪市とか、
まあ、ここもよく使わせてもらった時もあったり、回ってますね。氷炭山とかね、一回やってるんですけど、はい、あとですね、フォークソングがね、好きで、1970年から80年のね、のフォークソングがね、主流でやっております。まあ、今のもね、長渕剛さんのね、オイラの旅はハイウェイということで、1981年の、強しライブの中にね、入ってる歌がありましてね、それをちょっとやらせてもらいました。はい、ね、今日ね、ありがとうさん、どうも、お招きいただきまして、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、正月からちょっといろいろね、大変なね、時期になったというところで、私もね、さっき美和さんがね、言ってはった、その、音楽を力に変えてね、やっていくというところの、考えにもう賛成かなと思って、あえてこうね、お願い申し上げますというね、気持ちもありますけど、やっぱ、音楽を、まあ、続けてね、このパワーに変えて、自分自身がね、落ち込んでいったらあかんのかなと思って、やっていこうというところで、今日で正月から4日目なんですよ、連続でね、4回目のライブで、立て続けて5、5、6、7、8というところでね、4回目ということであるんですけど、先ほどね、ミルキーズでね、やって歌ってはったクミさんもね、4日連続でね、ということでやっておりまして、まあ、ちょっとこう、ライブやることにね、力をこう自分自身ね、なんか盛り上げていきたいなというような感じでやらせてもらっています。はい、そうですね、あとですよね、先ほどね、マスターからね、ケーキね、いただきまして、ちょうどいいタイミングでね、3時前後ぐらいでちょうどこう、糖分がね、こう、してくる時期でね、ちょうど甘いも欲しいなっていうね、時にちょうどいつも、感謝します。はい、マリさんもね、そんなんで、あとは、ここはね、おでんがね、美味しいんでね、おでん食べてないね、おでんね、食べてもらっていいのかなと思ったり、僕もね、好きなんですけど、それ以上にね、ここのカレーライスがね、好きで、らっきょうが好きでね、食べてます、はい。というのでね、ちょっと次はちょっとおでんのね、歌、ここに来たらおでんっていうところで、おでんの歌って言うたら、かぐや姫さんのね、赤ちょうちんっていう、ね、歌があって、その中にちょっとおでんが出てくるんでね、それをね、歌わせてもらってます。あの頃二人のアパートは裸電球眩しくて、貨物列車がポールと揺れた二人似合いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけど、お酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずに、キャベツばかりをかじってた。そんな暮らしがおかしくて、あなたの横顔を見つめてた。あなたと別れた雨の夜、公衆電話の箱の中、膝を抱えて泣きました。
悲しいことだと知りました。会場に、ね、入る前に皆さんね、樽酒の、ね、振る舞いがありまして、で紙コップにね1センチぐらいね入ってるんですけど、それをねお盆に入れたスタッフの方がね、回ってどうぞどうぞってね感じで行くんです。最初ね一杯だけかなと思ってね、まあ、1センチぐらいねもう飲んでもちょっとあれやなと思って行ったら、ちょっともう一個いいですかみたいな感じで、いいですよいいですよって話になってね、ほんで結局5杯か10杯ぐらいね一つのもう開口全部入れてもう結構満タンというかね形にして飲ませてもらってね、もうほんまほろ酔いのね感じで会場の方にね帰れるようになりまして、皆さんも結構そういうので飲んではったんやろうから、なんか最初からすごい盛り上がりがありましたね。なんかね拍手も音声こうガーッと盛り上がったりして、僕もねいろんな人のからねいろんな人のコンサート行くんですけど、そんなようなね初めてやなっていう、ね、感じなんですけど、はい、その時ね歌った歌で、100万本のねバラっていうやつがありまして、それをねちょっといきたいと思います。ある日街中の
窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、12弦でね、あの復元がね、過去を変えると結構変わるんです。あの音がね、6弦でもね、あの過去合わせて過去外すと変わると思うんですけど、12弦も特にね、ちょっと激しいんですね。そのうちね、だんだんわからなくなってくるんですよ。あのちょうどあの私ですね、あの孫がね、あの2人いましてね、娘がね31、ね、息子が33いてるんですけど、で、ま、娘の方にね孫ができて、4歳のねあの男の子と、で今年というか去年のねあの2月に、
女の子が生まれましてね。で、うちの方にね、帰省で、帰省というかね、家に帰ってきて、こうね、身近に感じて、まあ、じいじいね、やらせてもらってたんですけど、なかなかね、やっぱ可愛いもんでね、あれなんですけど、まあ、ちょっと最後はね、ちょっとこの、思いをね、歌にちょっと入れたいなと思う歌がありまして、川島英吾さんのね、の風俗ってね、歌がありまして、まあ、昔ちょっと息子がね、そういう小さい時、これ、二十歳になった時にね、お酒をね、一緒に飲みたいなと思ってたんですけど、なかなかそういうね、息子は二十歳の時に結構忙しかったね、もうなかなかそういうのは言えなかったんですけど、この孫の時はね、そういうのをやってみたいなっていうことね、やっぱ女の子がね、まあ、生まれたっていうのもあって、まあ、おてんばな、ね、形で育ってほしいなっていうようなところを踏まえて、ご報道を歌いたいと思います。はい、そしたらね、ウッチでした。どうも。
門出を祝うのさ。いいか男子は生意気ぐらいがちょうどいい。お手向かう